それでは音についてまとめてみましょう。ここではドップラー効果について考えてみましょう。音源 S が V で移動した場合ですね、音源から離れていく場所にいた O1 のところでは初波長、それから近づいていく場合には短波長 O2 ですね、の場合には短波長になります。で逆に F1 と F2 は、この式のようになります。で次にですね、観測者が移動した場合ですね、この場合には先ほど分母の方に V プラス V、V マイナス V というふうなものがありましたけども、3番のように分子の方に V マイナス V ダッシュになりますね。で、どちらもですね、どちらも S も音源も観測者も移動した場合には、丸2と丸3を足したような形、丸4になります。まあ、この形で覚えておくと一番、簡単になると思います。で、ドップラー効果の問題が2013年のセンター試験で出ておりました。でこの場合にはですね、船が V の速度で移動していますと、その時の波がねどうなるかという問題でした。で先ほどの基本事項と考えますと、この V の音速っていうのは F1、ラムダ1イコール F2、ラムダ2ですから、F1 と F2 の比はこのような式になるということが、まあ、答えとして出ています。それから、音速ラージ V と、それから船の速度 V との関係は1と2というふうでしたので、そこの1と2を連立方程式をプラスしたりマイナスしたりすることによってラージ V 分のスモール V というものはラムダでこのような式に書き表すことができます。で音速についてもう少し知識を加えておきましょう。音速は普通15度で 340m パワー秒です。これはマッハの1というふうに呼ばれてまして、時速に直しますと 1225km。で、気体の場合には高温になればなるほど、まあ、高速になるというふうになっています。ところがその気体よりも液体、また液体よりも固体中の方が音速は速くなります。で液体とか固体になりますと逆にこの低温の方が速く伝わるようになります。で液体の水ですね、これは 1500m、 それからアイスの場合では3230メートルパー秒というふうになって、氷の場合には縦波と横波で、速度が違っているということが、記憶しておくといいです。それでは2014年のセンター試験から、問題を解いてみましょう。ここでは定常波について問題が出ています。これは楽器でよく見られる問題ですけども、長さが50センチの管ですねに定常波が出ましたと、ある音程が出るということですね。その次に70センチでも同じように出たということだったので、この場合ですね、50センチと70センチの差はこの4分の2、まあ、2分のラムダですけども、この赤い部分の波長だけが差が出ているということになります。で、こういった固定間の場合には4分のラムダというのが非常に基本の単位になりますから、4分のラムダがいくつ分あるかということでその何倍になるかということを考えます。で、いずれにしろここの2分のラムダというものが20センチということが分かりましたので、そこから波長というのが40センチであるということが分かります。で、音速が340メートルパー秒ですので、周波数としては850ヘルツの音が出るということになります。で、この楽器ですけども、まあ、楽器ではないんですけども、こういった問題につきましては、次にですね、この
ラムダが分かりましたので、50センチのところでは何倍波になっているかということを考えてみましょう。で、この波数は4分のラムダがこの場合は5つ分あるということになりますね。で、5つ分の一番最後のところはちょっとこうはみ出たような形になります。これは補正値と言いますけども、ここではそんなに細かくは言いませんけども、一応そういうちょっとはみ出たところまで出るということを覚えておいてください。で、この場合に4分の1ラムダが5倍になっているということが分かったので、その5倍波が今度は70センチの場合にもあるということをしますので、この5倍波が70センチのところにもなる場合にはラムダ2としては長さが長くなる、つまりラムダ2分のラムダ1というのは7対5であるということが分かります。で、ここで一番ポイントとしては、波長から4分のラムダの何倍波になっているかというところを求めるところは非常に重要になります。